庶民の味方セブンのコーヒーも値上げ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。6月3日金曜日、はい、庶民のね、朝のね、味方セブンのね、セブンイレブンのセブンカフェのね、コーヒーが値上がりということで、とうとうね100円コーヒーが飲めないね時代に突入しましたということで、7月、ね、4日から順次値上げすると、税込み100円だったレギュラーサイズが110円となると、税抜き価格で約10から 20% 程度の値上げを予定していますということで、まあしょうがないよね。まあカップね、カップはまず、値上がりしますしね。で、中のコーヒーもね、コーヒーも大幅に、高騰しておりますし、まあさらにね、コーヒーは海外から来てますので、運んでくるね輸送費等で、主料ということでね、まあ 10% 20% ね値上げ当たり前のね時代になりましたね。小池屋さんがまた値上げ、ポテチね値上げするみたいな記事もありましたけれども、容量をね少なくこの間はしてましたけれど、そこからさらにまた値上げしますよっていうようなニュースでしたけれども、まあ止まりませんねという感じですね。はい。で、まあね、まあうちのお弁当もね、今日ね、もう悲しかったな。もうね、少なめにね、11個しか作ってないのにね、4個余りました。7個しか売れなくて、4個余ったので、まあ赤字ですよね。はい。で、まあちょっとね、昼ももうなんか無理だなっていう感じになってきましたね。値上げ幅を吸収できないし、でなおかつ個数も売れんようになってきたなということで、もう廃業やなっていうもう感じになりました。はいはい。昼のね本当に商売はね、まあ加工動画でもね何度も触れておりますけれども、まあ価格転嫁ねしづらいね、昼の商売っていうのは本当にやばいなと思いますよね。昼をメインでやってる人っていうのはまあ厳しいやろうなと思いますもんね。原価率がもともと高いね業種でありながら、そこからさらにねコストプッシュで上がって、なおかつ、価格転嫁がね、しづらいね。まあ600、600円でね売ってたものをじゃあ1000円にできるかって言ったらね、なかなかできないでしょうから、まあ厳しいですよね。まあ、これがまあ高いね、まあなんかフグなり、まあ何でもいいんですけど、まあ1万5000円でね、食ってたね、まあフグなりなんなり何でもいいですけども、まあそれがね、1万5000円が1万6000円、1万7000円、1万8000円になっても、まああんまり気にせずね、食べるんだと思うんですよね。それが食べれる層っていうのはね。ただ、5、600円のものを、じゃあ100円、200円値上げしたらもうね、売れなくなっちゃうよっていう感じになっちゃうと思いますけれども、まあもうすぐしたらですね、もう楽勝で1000円超えてくると思うんですよね。まだ過渡期だと思うので、まあそれまでねもうちょっと休もうかなと思いましたね。もう一時もうそのねインフレ価格がもうある程度ね固定化、まあこれが当たり前の値段なんだよっていうのはね、何やったらもう物が入ってこないんだよっていうねレベルになって、まあ、それが定着したぐらいじゃないと、動かないような気がしますよね。で、買える人がまあ少なくなるから、まあ、証券がね、どん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 縮むなと。特に人口がね少ない、田舎だとですね、まず外食をできる、まあ、買い食いができる人っていうのが減ってくると思いますので、まあ、そうなるとね本当にまあカラトのね、高橋コレキオ先生ってね勝手に呼んでるね、社長さんがこの間、弁当を外で売ってたらですね、もうね、まあ、昼も弁当もね売れませんよみたいなね、夜もちょっと厳しいですねみたいな話をしてたら、いやもう潰れるやろっていうはっきり物を言う人なんで、いやもう確かにそうやなと。まあ下関で言ってもですね、飲食店の数が多すぎるので、まあ、需要と供給のバランスが合ってないので、もうそもそもが、まあ、3分の1ぐらいにならないと、
合わないんじゃないかなっていうぐらいのねレベルで今からバタバタ行くんじゃないかなというね、もうコロナ関係なしに、今から、潰れていくんじゃないかなとね思いました。でそれに残った、お店っていうのがまあカツカツ食える、まあ食えるというかね、カツカツ儲かりやせんでしょうけど、カツカツなんとかやっていけるレベルが、その3分の1残ったところだと思いますので、まあ結構厳しいと思いますよね。まあそうかと思えばまたね新しい、大型出店とかいうね話もあちこちね出てますからね、まあ厳しいでしょうね、はい、まあそんな感じでね、まあ昼はちょっともうねいろいろ考えることは、まあ、ずっと考えてきてますけれどもね、まあさらにね、まあ平日でも折れんなという感じになってまいりましたね。はい、厳しいです。もう10個も売れない弁当屋はもう弁当屋じゃないやろうとね本当に思いますからね。はい、まあそんな感じですね。で夜はですね、夜は今日はね常連のお客様、Facebook 予約方をねいただいておりまして、ね、ご家族でご来店くださってたんですけれどもね、まあ、その他昼ねよく弁当を買ってくださってたね昼の常連さんが夜ね、お仲間の皆様と、職場の皆様とねご来店くださったりとかね、今日は結構ね前半にぎやかな感じでですね、ありがたかったですね。はい、でまあそのねご家族でご来店された方のね長男さんはね高校生になって、バイト始めたらしくてですね、時給聞いたらね900円超えてましたね。すげえと思いましたもんね。私が大学でバイト一番最初バイトした時が780円とかそんなような方かな、だったと思いますけれども、はい、まあそれがねもう今900円超えてる、高校生で超えてるわけなんでね、まあ一般の人だったらもう今時給1000円の時代になってると思うんですけれども、まあ今度ね一律1000円にね値上げするよっていうね、最低賃金1000円をやりますよとは言ってますけれどもね、まあまあまあ普通のある程度の商売をされてる方だったらもうね時給は1000円上げてないと人が集まらないから、まあ上げてるでしょうけれども、じゃあそれがね払えないような業種っていうのは、業種っていうかね業態っていうのは、まあどんどんねもう潰れて、勝手に潰れてくださいっていう風になって淘汰されていくんだろうなと思うけれども、その淘汰ねされた業種ね、お店、まあまあ、なんかわからないですけどね、まあ、それがその地域にとって必要なものだったみたいなね、パターンが多分あると思いますので、それがなければね困りましたみたいなねオチが結構ついたりすると思いますので、まあ、田舎は一回そういう店がなくなっちゃうと、もうねそもそも人口少ないから、旨味がないからね、同じようなね便利な、ところをね出店してくれますかって言ったらね、多分しないと思いますのでね、なかなかどん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 過疎っていく、で不便、生活が不便になっていくようなね感じになると思います。はい、だからねもう高校生でね900円の時給もらえるんだったらね本当いいなと思う。高校生でね月 5,6 万稼げたらねめちゃめちゃ楽しいだろうなと思いますけれどね、まあまあ、自分のためにね使う金じゃないんでしょうけれどもね、まあ、その家計を助けたり、まあ、授業料とかね、まあ、その部活のお金を捻出したりとか、まあ、自分の小遣いは自分で出したりとかね、まあそういう感じだと思いますので、まあね本当に偉いなと思いますよね。はい、まあ、だんだんねもう家族全員ね働かないといけないみたいな流れになってくるんじゃないかなと思いまして、もうねまた一家ね集結しないとね生きていけない、単身世帯じゃ生きていけないね世の中になってくるのかなとかね思いながら、最近はね、いろいろ考えておりますけれどもね。はい、というわけでね、まあ、昼夜合わせて、今月ね初の白星ね炸裂しましたよということで、今日ね本当にありがとうございましたという感じでした。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、初白星は出たんですけれども、相変わらずね、
まあ昼も夜もね、まあ、不安定というかね、まあ、先が見えない、ね、流れは相変わらず続いておりますよという感じですね。まあ、多分ねもうこのままねこういう感じがずっと続いていくんだろうなと思うわけなので、まあ、それが嫌ならねやめりゃええし、まあ、それでしか食えない、感じに多分なってくると思いますので、まあこのままねしんどいまんまずっと行くのかなっていう覚悟はねある程度いるかなっていうのを最近、感じてますね。はい、別にやったらやった分だけね、その儲かるとか、稼げるとかいうわけじゃなくて、やってよやってもう目いっぱいやってようやく食えるぐらいなニュアンスになるんじゃないかなと思ってですね、なかなか大変なね世の中になっていきそうですという感じですね。まあまたその辺の話はね、別動画でねちょっと撮ってみたいと思います。はい、終わります。